はい、ゲームコレクターの崎寛です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するのはカルドセプト。任天堂が2012年6月28日に発売したタイトルで、定価は税込み4800円。パッケージの表面を見るとね、女の人がこう手開いて、なんだろう、このポーズよくわかんないんですけども、まあ周りにあるボードがあってね、でそこからこうモンスターが出ていたりとか、あと猫のこれ旅人みたいなのが歩いてたりしますよね。で城があって、まあここはゲームのボード部分の紹介と、まあこれはマスに止まったらバトルがあるとか、そういう表現なんでしょうね。で上の方にはカードがパラパラーとあって、まあこの辺を召喚してどうのって、まあなんとなくゲームのイメージが全体的についてるってことはわかるかと思います。で左上にはパブリッシュバイニンテンドーと表示があって、右下には、丸宮って書いてあるね、ロゴがあって、大宮ソフトってね、ロゴがあります。で、左下にはセロ B、12歳以上対象の表記もあります。で、パッケージの側面を見ると、パッケージの表面にいた女の人かな、巨大な女の人がアイコン化されてますね、顔がね。で、カルドセプト縦書き表記。で、任天堂のロゴとセロ B、12歳以上対象の表記が、アイコンがあります。で、裏面を見ると、カードで戦うボードゲーム、運が勝敗を左右するボードゲームと、知略を駆使するカードゲームが融合ということでね、まあなんか多分この絵柄は表面の絵柄なのかな、右側のところに書いてあの出てる絵柄はね、パッケージ表面と同じですので、左側のカードの配置は特に表面とは関係なさそうですね。で左から順番に、基本はスゴロク、魔力を集めてゴールを目指す。で、キャプションとしては、止まったマスにモンスターを召喚、マスを自分の領地にして魔力をゲット。ということですね。で、次。480種類以上のカードを駆使して大逆転。で、キャプションでは、モンスターで敵の領地を奪う、魔法でサイコロを振るなど、戦略は自分次第。ということでね。まあ、ボードゲームとカードゲームの要素をね、こう二つで紹介。さらに右側の方には何があるかというと、初めてでもすぐに遊べる。アドバイスカーソルが次の一手をお手伝い。まあこれ、ちょっと初心者救済ですね。さらに次が、一人でじっくりみんなでワイワイ。近くの友達とも、遠くのライバルとも通信で広がる対戦。ということで、まあここで、まあ、一人でね、コンピューターと黙々とプレイしてもいいけど、友達とも遊べるよという紹介もあります。で、ジャンルはカードゲームプラスボードゲーム。プレイ人数は一人用。セーブデータ数は1。3D 映像の表示はありとなっていて、通信仕様はローカルプレイ対応が対戦2から4人。これはなんだ？協力、なんだ協力、これはなんて書いてあるんだ、協力戦か。協力戦で、中黒でトレードか。で、二人、ですね。で、ダウンロードプレイ対応で、これは、協力戦二人。で、インターネット対応は、対戦2から4人と、カードなどのダウンロードとなっています。で、コードは CTRPACBJJPN と TSACTRACBJJPN の2つのコードが振られています。で、パッケージを開けると、中には、操作説明シート、ゲームカード、クラブ任天堂のポイントカードが入っていて、パッケージ中面には特に印刷はありません。で、操作説明シートはまたこう、折ってるパターンですよね。こう、この状態だと、まず任天堂 3DS ソフトカルドセプト操作説明シートの表記と、まあ、MAACTRACBJJPN の表記があるんですけど、まあ、なんかボードの一部が見えてるぞっていうね、やって、これを広げると、
まあこんな感じでね、上4分の3ぐらいがカードで戦うボードゲームカルトセプトの基本ということで、1、ダイスを振って進め、2、クリーチャーを召喚、空き地を自分の領地に相魔力アップ、3、敵の領地に止まると魔力を取られる、相魔力ダウン、4、自分の領地をレベルアップ、相魔力グーンとアップ、5、チェックポイントを通って魔力をゲット、相魔力アップ、6、戦闘で敵の領地を奪え、敵の領地に止まったらクリーチャーを召喚して戦闘開始、勝てば領地を奪えて通行量の魔力も取られずに済む、強い相手でもアイテムカードなどを使えば大逆転も、で7、スペルカードを使って戦いを有利に、8、目標の総魔力を集めて先に城に戻れば優勝ということだよね。一応こう暴動としては、でもパッケージ表面と同じところにね、なんか猫のね人がいるんですけど、猫の人ってなんだまあいるんで、これはまあそういうキャラも出るのかな。はい。で、その下にね、総魔力とは自分の魔力プラス土地の価値プラス、ゴフの価値の合計で、魔力を使ってできることはクリーチャーの召喚、アイテム、スペルの使用、土地のレベルアップなどとなっています。で、その下にはね、あと操作方法が、だってこれ操作説明シートでしょって感じなんですけど、下にはね、操作方法ってあって、L、土地情報を切り替え、あ、L ボタンね。で、十字ボタンとスライドパッドが、選択。で、Y ボタンが手札モード。手持ちのカードを表示します。カードを選ぶと能力などの説明が確認できます。で、B がキャンセル。で、X がマップモード。マップ全体に、マップ全体を見渡します。土地を選ぶと土地の価値などの情報を確認できます。で、A ボタンが決定で、R ボタンが、情報モード。ゲーム状況を表示します。セプターの詳しい情報などが確認できます。ということですね。で、これをカルドセプトのサイト、アドレス書いてあるけど、今もあんのかな？ Nintendo 3DS カルドセプトスペシャルサイトでは、ランキング結果や大会情報などを掲載します。大会情報も今あるのか。まあいいや。で、ゲームのルールがわからないときは、ユーザーガイドを確認。で、対戦中、スタートボタンを押して、モード説明後、ユーザーガイド。メインメニューからユーザーガイドって、まあ、ユーザーガイドがあるのね。これ、電子マニュアルじゃないのかな。はい。で、裏面を見ると、左上にはね、一人で、ストーリーを進める。カード使い、セプターとなって、ストーリーを進めていきます。様々な敵と戦うことでカードが手に入ります。戦略をじっくり考える。手に入れたカードを使って戦略を練りながら50枚のカードセット、ブックを編集します。ブックは複数作ることもできます。ということでね。まあ、これ一人で遊ぶときにこう、検討しましょうと。で、その下にはね、どこかの誰かと。誰でも対戦。インターネットで日本国内のセプターと対戦します。遊びたいフロアやゲーム条件を設定して対戦相手が揃うのを待ちます。近い設定のセプターが集まったら対戦開始です。条件が決まっている対戦フロアではスペシャルサイトがで、順位が表示されますというのがあるけど、まあこれはもうあれかな、任天堂のネットワーク変わったからもうないかな。で、対戦室、みんなで対戦室に集まり対戦します。一人で対戦室を作って相手を募集します。募集した人が対戦条件を設定して、全員が条件を確認すれば対戦開始です。で、その下には、本ソフトの説明書についてってことで、これ電子マニュアルへの誘導ですね。で、右側半分まで友達とってことで、みんなで通信対戦。ローカル通信対戦では、近くの友達と、インターネット対戦では遠くの友達と、対戦室を作って最大4人で対戦します。で、2人で一緒に協力戦。友達とチームを組み2人用のストーリーで AI キャラクターと対戦します。1人用のストーリーを進めると選べるようになります。これ最初から遊べないところですね。アンロック系ですね。で、ソフト1本でも2人で協力戦。カルドセプトのソフトが1本あれば、ソフトを持ってない友達とも2人で一緒に協力戦を始められます。1人用のストーリーを進めると選べるようになります。これもアンロックってことですね。はい。これダウンロードプレイってことですよね。で、カードをトレード。
持っているカードを友達と交換しますということで、これもまた友達と通信でね、こちらに関してはさすがにね、2人分の 3DS 本体と2本のカルトセプトが必要ですと。まあそんな感じで操作説明シートだけど、まあいろいろ説明がありましたと。で、ゲームカードのね、ラベルの方はね、これなんだろう、なんか紋章かなんかがあるんだけど、とりあえず、パッケージ表面で右下の方になんかちょっとはなんか紋章みたいなのがあって、それですね。があって、まあ手前にはロゴがあるっていう方式ですね。で、コードが LNACTRACBJJPN ですね。で、クラブ任天堂のポイントカードは、CNACTRACBJJPN のコードが振られていて、ポイント登録有効期限が2014年6月30日までとなっています。ということでね、この短い期間で、プレイ動画どこまで行ったかよくわかんないんですけども、ま、ということで、パッケージに興味を持った方は、ぜひ新品を探してみてください。どうしても見つけられない人は、まあ、中古でもいいかな。